俺は負けないよ。でぶつかってくることだな。全ての決着をつける。俺が受けて立つ。決着をつける。充実した戦いだったぞ。さすがにきつかったけどな。まさか乗り越えられるなんて。本当に感謝するよ、ガルルモン。当たり前だ。俺はずっと鍛えてきたんだからな。私といつ再会してもいいようにかね。違う、そんなんじゃねえ。なるほど、なかなかの胆力だ。分かったかよ。あまり俺たちを舐めるな。ならば最後の試練と行こうか。我と戦え。また来るのか教授。これはさすがに。戦力を分散したのがアダになった。みんなが戻ってくるまで持たせられるか。無茶でもやるしかありません。引くことなんて僕たちにはできないんだから。そうだが。アゲハル、どうする。どうもこうもお前にこれ以上の無理をさせるわけには。そんなことは聞いちゃいない。ミユキを取り戻したいか。それはもちろんだ。私にとって姉さんを諦める選択肢はない。だったら覚悟を決めろ。覚悟を決めて信じろ、この俺を。あの頃みたいに。タクマ教授、無事か。で、おお、なんじゃこりゃ。死生樹。教授一人で戦うつもりですか。無理です。せめて僕たちが加勢します。いや、
ガルルモンド教授が決意したんだ。無駄にはできない。信じよう。そうだとも、信じてくれ。私を、ガルルモンを。ガルルモン、お前を信じるぞ。この試練に打ち勝ってくれると。一緒に姉さんを救うんだ。そしてこの世界を正しく戻し、未来ある子供たちを元の世界に返す。そのために必ず勝つぞ。待っていたぞ、その言葉。秋春のその気持ちが俺を強くする。ガルルモン、なんてたけだけしい姿なんだ。これなら試練を打ち破れるはず。チンロンモンよ、今度は手加減はなしだぞ。よかろう、いざ。乗り越えてみせろ。俺が道を開いてやる。俺が受けて立つ。全力でぶつかってくることだな。全ての決着をつける。俺が受けて立つ。全力でぶつかってくることだな。全ての決着をつける。俺が受けて立つ。ガブモン、力を使いすぎて元に戻っちまった。こっちの方が秋春は好きか。そんなことはない。どんな姿でもお前はお前だ。ありがとう秋春。まさかチンロンモンを打ち破るなんて。これなら
彼を止められるかもしれない。教えてください。彼とは誰なんですか？思うに生贄に捧げられた少年たちの一人ではないのかね。それを語るには遠い昔のことから話さなければいけません。この世界にはもともと神も主と呼ばれる存在もいませんでした。私たちの世に住む人がこの世界を崇め、恐れ、敬う心、それらがこの世界を形作っていたに過ぎなかったんです。そのためその意識が黒い感情に染まれば矜持が起こる。我々の思いがこの世界に影響を与えていたというわけだ。私たちは戦乱の時代に生まれ、他の4人の仲間と共に生贄に捧げられました。簡単に人が殺され命を落とす時代だから、この世界も黒く混乱に満ちていました。だからこそ私たちは誓ったんです。世界を再び融合し、神獣へと成長したもののけの力を使って、憎しみのない新世界を作ろうと。ですが、その結果がこれなのです。その彼のせいなのか？つまり我々が主と呼んでいる存在の。はい、今では主となった彼は憎しみを捨てきれなかったのです。なぜなら彼を生贄に差し出したのは彼が心から慕っていた巫女、彼の姉だったから。裏切られたという思いが人一倍強くなってしまったのです。私たちも彼を止めようとしました。しかし私たちの力ではかろうじて彼の力を抑え込むので精一杯だったのです。だからあなたたちに託します。彼はただ怒りに飲み込まれているだけなんです。その彼を目覚めさせればこの世界や全てを救うことができる。どうか彼を、春近をよろしくお願いします。なんて無責任なことは言えません。僕らに主を止められるのかまだ確証はないから。だからこう言うしかありません。やれるだけやってみます。そしてやれるなら絶対に助けます。良い答えです。どうか春近をよろしくお願いします。神獣様を操る子供に頼まれるとはな。春近、前に会った人も言ってましたよね。彼らの仲間で主の正体。ああ、もともとこの世界の維持管理をするだけのシステムでしかないものに春近が何らかの介入をして今の主という存在になったのだろう。でもその春近にも彼を心配する仲間がいるんですよね。そうだね。となれば拓磨君。はい、必ず僕たちの手で春近も救いましょう。早く校舎に戻れる。やった、早く帰ろう、もうクタクタ。
もう少ししたら日が暮れそうだな。そうね、急いで戻りましょう。さあ行こう、たくま君。それじゃあみんな戻ろう、僕たちのホームへ。やっぱり大好きな相棒との絆っていいものよね。僕も自分の相棒に出会えたことが今回最大の収穫だと思うんだ。葵、向こうで一緒に休憩しましょう。ってあら、お邪魔だったかしら。何を言ってるのよラブラモン。そうだよ、お邪魔じゃないよ。葵もタクマも反応が可愛いわね。お姉さん、いじめたくなっちゃうわ。からかわないでよ。